ガジョンはアメリカ海軍の潜水艦、タング級潜水艦の一隻。艦名はカワギスにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはタンバー級潜水艦12番艦以来2隻目。ガジョンは1950年5月20日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1952年6月11日にロバート・エイボニン夫人によって命名。 浸水し、1952年11月21日に、艦長ロバート・ M ・キャロル中佐の指揮下収益する。ポーツマス海軍造船所での公試み後、ガジョンは、新珠湾に向けて出港し、同地で1953年7月18日に第1潜水艦隊第1潜水船隊に合流した。沿岸での作戦活動び訓練演習を行った後、 1954年4月11日にワシントン沿岸での対戦水艦船演習に参加するため本土に向かった。その後、メアアイランド海軍造船所で同年末までオーバーホールを行う。1955年3月9日に新珠湾に戻り、7月21日に最初の西太平洋巡航に向かう。この巡航では横須賀、台湾、香港、マニラ、 グアムを訪問し、1956年1月30日に、新珠湾に帰還した。その後1年半にわたって、ハワイ沖での作戦活動、オーバーホール、特別秘密任務、第2の西海岸訪問などを行った。1957年7月8日に、カジョンは新珠湾を出港し、太平洋艦隊潜水艦部隊の帰還として、 地球を就航した最初のアメリカ海軍潜水艦となり、歴史的な巡航を果たした。横須賀での演習後、ガジョンは1957年8月26日に出航した。続く6ヶ月にわたって世界就航を行い、アジア、アフリカ、ヨーロッパでのドック作業を受けた後、1958年2月21日に真珠湾に入港した。 8ヶ月の航海で、ガジョンは2万5000マイルの巡航を達成した。後半イオーバーホール後、ガジョンは、平時の沿岸任務及び特別任務、訓練演習、対潜水艦船訓練を再開した。1959年、61年、63年と3度の西太平洋巡航を行い、第7艦隊と共に、日本、スービック湾、香港で演習を行う。 1960年と62年は本国に帰還し、ワシントン及びカリフォルニア州沿岸での訓練演習に従事した。ガジョンは1963年8月1日に極東から真珠湾に帰還し、その後2年間をハワイ海域での作戦活動で過ごす。11月29日に真珠湾を出港し、12月9日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着。 メアアイランド海軍造船所でオーバーホールを行う。船体は分断され、長さ5メートルのセクションが追加、より大型のエンジンとパフズパッシブソナーが装着された。近代化改修は1967年4月に完了し、ガジョンは太平洋艦隊での任務に復帰した。ガジョンは、その後ギースマイナス567に艦首変更され、 1979年11月5日には、スサグ -567 に、艦首変更された。ガジョンは退役するまで、太平洋で活動した。1983年に、ガジョンは、トルコ海軍に対応され、フズルレースと改名される。フズルレースは1987年に正式に、購入され、2004年まで現役任務に止まった。現在は、 イスタンブール海軍博物館に停泊し、一般公開されている。ありがとうございます。